大丈夫ぞ、うん、じゃあ、ちょっとリア君待ってください。今日は片焼きそばでした。皿うどんです。はい、じゃあお待たせ。珍しいね、そのまま。うん、普通に食べてる、好き嫌いもしないで食べてる。珍しい、野菜をちゃんと食べてる。うん、いつも野菜ペッてするのに。あ、危ない。ああ、ちょっと人参避けてる。麺ばっか食ってるねえ。避けてる避けてる、ちょっと、ね、どうする、それもどうか。あ、持ってくれる。画角とかどう、うん、あ、待った待った。ああ、そういうことする、うん、これ食べな。はい、ああ、ごめんごめん、ああ動かしたから嫌になっちゃったかな。ああ、ごめんね。じゃあちょっとこれ変わるね。ああ、置いといても大丈夫じゃん。置いといて大丈夫そう。大丈夫か。じゃあ、じゃあちょっと見守りつつ。なんかひっくり返しそうな気がすんの、それ。するかな。最後まで多分大丈夫だもん。大丈夫かな。今日ちゃんと食べれるかな。ちゃんと皿にじゃあ自分から痛いその時なんだけど。うん、まあね、うん、なんか食器の使い方も覚えてきたのかな、うん、すごいなんか片焼きそばが飛ぶ。エビせん持ってるじゃん。あ、やばい、エビせんダメなの。それ水で浸したやつ落としちゃったから。あ、落とした後に水やっちゃったから、もうダメ、張り付いてくるな。すごい、くちばしが。そうだ、もうなんか麺まみれになってる。くちばし、くちばし。あ、皿持ってきちゃう、持ってきちゃう。やっぱりお皿持ってく。あー、やっぱそうなる。落としたじゃん。落としたじゃん。どうなんだろう。俺近づかなきゃよかったな。あ、でも3分の2ぐらいは普通に食べたかな。うん、ちょっと落ちちゃったけどしょうがないね。お皿ちょっと回収したいかな。そこにハッピーが夢中になってるうちに。あ、やっぱり回収させない。いけいけ、回収。ちょっとちょっとね、ねね、ハッピーさん、ハッピーさん、ちょもうなんでなの、なんでなの。ちょっとお皿洗うから、うん、変な曲です、ね、やってよ。